はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。寒さも厳しくなり、冬本番、寒さを乗り切る食べ物といえばやっぱり鍋ですよね。そんな寒い時期にぴったりのピリ辛火鍋を作ります。それでは早速やっていきましょう。今日は単刀直入に火鍋します。火鍋がしたいんです。夏頃買ってずっと使う出番を待っているこの鍋を使いたいんです。ということで今日はこの2つに分かれた鍋を使って中国の火鍋を作ります。この鍋は二色鍋やおしどり鍋と呼ばれたりします。日本で火鍋といえばこの2つに分かれた鍋で、赤い辛いスープと白い辛くないスープが用意され、お好みで具材を入れて食べることが多いです。ちなみに中国では鍋料理全般を火鍋と表記するようです。赤い辛いスープの方が火鍋と認識している人も多いかもしれません。そんな2つに分かれた鍋はそれぞれ違ったルーツがあるようです。赤い辛いスープは中国の重慶のマーラー火鍋がルーツと言われています。白い辛くないスープは内モンゴルがルーツだそうです。もともと重慶ではこの辛いスープの鍋が基本でしたが、1980年代頃から辛いのが苦手な人用に辛くないスープも一緒に提供するスタイルが広まったそうです。今日はせっかくなので2種類のスープを使って火鍋を楽しみます。本場重慶では内臓肉などを具材として多く使用するのが特徴ですが、今日は簡単にお肉で楽しみます。本格的な火鍋をするなら、千枚、鴨の腸、牛の大動脈、豚の腎臓、豚の脳、アヒルの血豆腐、豚の衣揚げなどを用意するとより本格的です。まずは乾燥した唐辛子を5分お湯で戻します。お湯を捨て、鍋に唐辛子、水を加えて15分煮ていきます。再度お湯を捨てて、次に20分くらい蒸していきます。ミキサーに生姜、ニンニクを加えて、そこに先ほどの唐辛子、塩を加えて細かくします。粗めで大丈夫です。次にスパイスの準備をします。今日は輸入食材のお店に売っていた中国のミックススパイスを使います。ケイヒ、フェンネル、サンザシ、甘草、八角、生姜チップが入っています。 100g あたりカロリーが1485キロカロリーととんでもない高カロリーです。さすが中国4000年の歴史です。一旦スパイスを水につけて戻しておきます。追加でローリエも加えます。次に具材をカットしましょう。ニラを5センチくらいでカットします。しめじを石突きをカットしてほぐしておきます。椎茸を半分にカットします。えのきを石突きをカットしてほぐしておきます。ほうれん草を5センチくらいでカットします。ネギを斜めにカットします。白菜をざく切りにします。次に鍋に油を入れて火にかけ、牛脂、生姜、ネギの青い部分を炒めます。香りが立ってきたら一度具材を取り出します。次に豆板醤、ミキサーにかけておいた唐辛子を加えて炒めます。そこに水で戻したスパイスを加えます。風邪ですかね、急に咳が止まりません。スパイスが加わることで香りが一気に立ち込めます。氷砂糖、ホワジャオ、塩麹を加えてさらに炒めていきます。そこにネギと生姜を加えてさらに炒めていきます。鍋の片方に炒めた具材を入れてスープを注ぎます。豚骨スープを使う場合もありますが、今日はお店の鶏ガラスープを使いましょう。もう片方にもスープを加えて、クコの実、ナツメ、塩で味を整えます。それでは早速火鍋をしていきましょう。いただきます。まずは火をつけます。今日はオエノンの浅草ハイボール電気ブランサワーを飲んでみましょう。電気ブランサワーとは、日本初のバー神谷バーで親しまれている電気ブランを使用したサワーです。電気ブランとはブランデーやワインに香草などを加えてブレンドしたお酒です。色は濃いめのハイボールのような色合いで、オレンジの爽やかな香りが口に広がります。甘さもありながらスッキリとして飲みやすいです。レモンサワーとかハイボールな気分の時にちょっと気分を変えて飲んでみてもいいかもしれません。それでは火鍋スタートしましょう。今日はラムロース、豚ロース、豚バラ、鶏もも、つくねを用意しました。まずは辛くないスープで食べてみましょう。さっぱりとしていて肉の味を存分に味わえます。特徴的なスパイスの香りなどもないので、万人に受ける味付けですね。優しい味付けが素材を活かせます。次は辛いスープで食べてみましょう。八角やケイヒの甘い香りと唐辛子の辛み、フォアジャオの痺れるような後引く刺激がいいですね。一口二口と箸を進めるうちに、体の内側からじんわりと熱くなってくるのがわかります。
結構唐辛子が辛いですね。唐辛子の辛さって食べ慣れているけど、この痺れるような辛さがプラスされたマーラーはより辛く感じますね。鍋も後半戦になるにつれて、より肉の旨味が染み出て、スープに深みが出てきます。よくよく考えたら、牛、豚、鶏、羊の旨味が凝縮されているので納得です。日本だと冬に食べるイメージの鍋ですが、他の国では夏に熱いものを食べて涼しくなるって考えの国もあるみたいです。鍋って200種類あんねん。いや、それ以上の種類がまだまだ世界にはたくさんありそうですね。鍋の世界も奥が深いです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。火鍋いかがでしたか？スパイスを調合して自分好みの火鍋を作るのも楽しそうですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。